にちは。始まりました。川西美希でーす。今回は大人気のあのリップからなんと私がプロデュースさせていただいた新作カラーが発売されるということで、そちらをレビューしていきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。今回あのエロリップで有名なリトルレディリュクスさんとのコラボリップ発売が決定しました。リトルレディリュクスといえば、私のね動画の中でも一番再生されている2018年毎日メイク、女子ってほんと大変、エブリデイメイクの中でも使っていたり、その他のね動画でも何度も紹介させてもらってるんですが、今回そのリトルレディリュクスが機能はそのままでパッケージが全面リニューアルしたそうです。こちらが旧パッケージなんですけど、新しいパッケージはこちら、全体的に大きさがキュッとなって軽やかなクリアケースで、花びらをモチーフにした可愛らしいデザインに変わりました。前のこっちのやつもねすごい分かりやすくて好きだったんですけど、コンパクトになってついつい手に取ってしまうようなね、そんな可愛らしいパッケージになってます。で、本体の容器もね新しくなって、中身がなんと 1.6 倍増量されたそうです。以前もすごい好きだったんですけど、柔らかくて塗りやすい分ちょっと減りが早かったのでね、これはめちゃくちゃ嬉しい。で、直径も比べてみるとこんな感じでスタンダードな太さになって、持ち手に安定感が増して塗りやすく、塗っている時に中身も折れにくく崩れにくくなってます。そして今回今まであった色が2色だけ残って、新色が4色、全6色のね発売になります。そしてその6色に加えて、先ほど言ってた私川西美希がプロデュースした1色がリニューアル記念として発売されます。はい、ということでね、私がプロデュースした色も気になるところではあると思うんですが、1番から順番に全色装置していきたいと思います。まずは01番、アプリコットコーラル。手に塗ってみるとこんな感じのカラーです。で、こちらは1本で6機能のオールインワンリップになっていて、色、ツヤ、潤いをキープしてくれます。そして美容液成分が84% 配合、唇がとにかく荒れにくくて程よく色が定着してくれるのに、優しい使い心地で唇が敏感な方にもおすすめのリップかなと思います。それではもともとつけているリップを取って実際に唇に塗ります。で、これたくさん出しすぎると戻らなくなるので、塗る分だけ、本当にちょっとだけ出すっていうのがいいと思います。それでは01番、アプリコットコーラル塗っていきます。あー、かわいい。唇に塗るとねさらにわかりやすいんですが、本当に崩れにくくなっていて、でもしっかりと色もついてくれるっていう感じ、本当にとろけるような感じで滑らかで塗りやすくて、唇にねつけた瞬間心地いいんですよ。で、このリトルレディリュクスの特徴としては、唇にすっごい滑らかにフィットしてくれて、ベタつかないし、あとムラができることがないんですよね。本当に塗りやすい。スティックリップだったらもうダントツで一番塗り心地好きですね。で、こちらスムースフィット成分というものがね配合されていて、縦じわをカバーしながら滑らかでふっくりした唇に仕上げてくれます。01番アプリコットコーラル塗ってみるとこのような感じです。唇をツヤっと見せてくれる印象。この色は本当に万人受けするっていう感じの、とっても可愛らしい、でもちょっとお姉さんっぽく見せてくれるような、そんなカラーですごく使いやすいですね。そして次は02番のストロベリーピンク。手に塗ってみるとこのようなカラーです。こちらも細かいパールが入っていて、結構ねビビッドなピンクのパールとかが入っているんですけど、カラーはちょっとドーリーな感じのピンクです。実際に唇に塗ってみると、最近甘めのカラーを使うことがあんまりないんですけど、久しぶりにピンク使ってみると可愛いなって思う。で、これ手に取った時結構ビビッド系なのかなって思ったんですけど、唇に塗ってみるとチークとのバランスとかもあると思うんですけど、思ったより子供っぽくならない感じのピンクですね。これ若い方もねもちろん使えると思うんですけど、20代後半とか30代の方でもすごい使いやすそうなピンク。遠目で見てみるとこんな感じです。やっぱリトルデイリュクスのリップはすごいバランスがよくって、大人っぽくもさせてくれるし、でも可愛らしさもあってちょうどいいカラーなんですよね。可愛い。そして次はこちら03番のヌーディーレッド。こちらは95番のヌーディーレッドが番号変わって03番になりました。手に塗ってみるとこのような感じです。これもまた絶妙なカラーでとっても使いやすそう。それでは実際塗っていきます。唇に塗ってみるとこのような感じです。これもやっぱり使いやすいですね。奇抜な色はないけど、全部絶妙な色の違いで可愛らしい感じとか、ちょっと大人っぽい感じ、セクシーな感じとか、いろんなバリエーションがあるから、絶対自分に合うリップ見つけられると思います。
遠目で見てみるとこんな感じです。これが一番私の肌で言うとすごいナチュラルに見える気がします。そして次は04番のカシスレッド、こちら906番カシスレッドが番号変わって04番になりました。で番号は変わったけど人気色は8色変わらずです。それでは塗っていきます。このカラーほんと好き、可愛いんだよな。秋冬に使うとね本当に映えるカラーで、ブドウメイクだったりとかレディーに仕上げたい時このリップすっごい映えます。塗ってみるとこんな感じです。ワインっぽい感じのちょっとくすんだ感じのレッドなのかな。これ塗るだけで一気に大人っぽい感じに仕上げてくれるからね、これほんと好き。そして次05番のナチュラルフィグ、手に塗ってみるとこのような感じです。あーこれリトルレディルクス、今までのやつだと結構明るめのカラーが多い印象だったんですけど、ついにブラウン系も来たかという感じですね。実際塗ってみるとこのような感じです。私ブラウン目のリップってあんまり使わないんですけど、このカラー絶妙ですね。すごい使いやすそうなブラウン、かわいい。ちょっとこれで秋メイクとかしたいですね。そして次は06番のアンバーレッド、手に塗ってみるとこのような感じです。レッドなんですけどちょっと落ち着いた感じで秋冬にぴったりのカラー、少しだけシックな印象もありますね。それでは唇に塗っていきます。かわいい、一気に顔色が華やかになるようなカラー、塗ってみるとこんな感じです。6色の中で03番と04番レッドっていう名前がねついてるんですけど、これが一番赤っていう感じのレッドで一番大人っぽいカラーかなと思いました。ちょっと大人びて見せたい時だったり落ち着いた服装に合いそうなリップかなと思います。遠目で見てみるとこんな感じです。そして最後は私川西がプロデュースしたカラーになります。こちら07番のオレンジドロップというカラーです。これは店頭数量限定発売なのでぜひ皆さん早めにチェックしてみてください。手に塗ってみるとこのようなカラーです。オレンジリップって結構いろんなね種類あると思うんですけど、その中でも肌に馴染みやすいようなレッドっぽい絶妙なオレンジカラーになっています。それでは実際に唇に塗っていきます。かわいい、まだ下しか塗ってないけど本当にかわいい。私もともとオレンジレッド系のリップ大好きなんですけど、このプロデュースのお話をいただいた時に私絶対にオレンジレッド系のリップ作りたいって思って、で何度か打ち合わせして色味調整してもらったりとかね、結構私のこだわりを話したりしたんですけど、最初はね私の好きな色本当に作れるのかなとかっていう思いもあったんですけど、もうねリトルリルクスさん本当に天才で、私のタイプドンピシャ、本当に納得いくカラーをね作っていただいたので、もうめちゃくちゃお気に入りです。実際塗ってみるとこのような感じです。この色は唇に塗ると肌のトーンがね上がったように見えて顔色がパッと明るくなる印象なので、普段あまりこういう色を使わないよっていう方でも特別な時だったり今日は顔を華やかに見せたいっていう時とかね一本持っておくと本当におすすめです。遠目で見てみるとこのような感じです。もう本当めちゃくちゃ可愛い。なんでこういう色塗ると顔色明るく見えるんですかね。肌を白く見せてくれるというか顔全体になんか透明感が出る気がする。そもそもね元々使ってたリトルレディリクスさんとコラボができるっていうこと自体私はもう本当に嬉しいんですけど、こうやってね自分の好きなカラーが作れて納得いく色ができてめちゃくちゃ嬉しいし幸せです。こちらの私がプロデュースした07番のオレンジドロップは店頭数量限定発売になるのでぜひ早めにねゲットしてみてください。そしてゲットしたらぜひ SNS とかでね報告お待ちしております。そして今回ね全色紹介したんですけど、リニューアルしたリトルレディリクスは全国のバラエティショップで買えるのでぜひチェックしてみてください。新商品の詳しい情報は下の概要欄にねリンク貼ってあるのでそちらからぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は私の大好きなリトルレディリクスのリニューアルカラー紹介と私のプロデュースリップの紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画楽しんでくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、ミキポンの自由帳リップス、そしてラジオもやっているのでぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。